皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋のサクでございます。さて、何の車？正解、アウディ R8。 はい、ということで皆さんやってまいりました、フォルツァホライゾン4の時間でございます。今気づいたことあるんだけどさ、このカットの時ってドライバー乗ってた？こうやって今ジュリアが映ってるんだけど、いつも今までずっとこういうのやってきたけど、ジュリア映ってなかったよね。いつの間に映るようになってんの？ね、映ってましたよね今。なんか変な感じがするんだけど、人が乗ってたら。今まで人が乗ってなかった。ほらこんなのあった？今までジュリア映ってるね。ほら、めっちゃもろ映ってるやん。多分今までこんななかったと思います。はい、ということで今日はね、 R8 で始まりました。よろしくお願いいたします。はい、ということで、やってまいりました。では前回の続きでですね、まあ、前回こちらにね、ストーリーが出ましたよということで、このストーリーモードやっていきたいと思います。ここですね、ここ。はい。このストーリーモードをやっていきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。これ3つ連続ぐらいでやろうか。どんなストーリーが待ち受けてるのかっていうのはさっぱりわかりませんのでね。で、新しい部屋。新作の部屋のような新しい部屋。そういう名前ですね、これね。受け取る315個ということで、315個受け取って終われればいいなと思います。はい。ということで、メッセージセンターのギャンブル動画やりましょう。はい。まずね、まあ、スーパーホイールスティンもらいましたよと。で、ビジネス支出で、まあ、ジュリアレンタルからお金もらって、ジュリア保険からもらって、ジュリアタクシーからもらいましたと。こちらのギフトはまた後ほど使っていきます。では、2回ずつやろうかな。22でやっていきましょう。さあ、行きましょう。さあ、ジュリア頼むぞ。運を使い果たすなよ。いいの当ててくれよ。たまには先、おっと、SV があったな、今。SV がありましたね。ちなみにね、今ね。なんか当たりそうな気がするね、SV が。はい。さあ、なんだ。限定車来い。限定車。うん。まあ、車だったらいいよ。おい。まあ、いい感じ、いい感じ。はい。さあ、OK。では、スーパーホイールスピンを2回やりましょう。ではね、スーパーホイールスピンを2回やりたいと思います。OK、レッツゴー。なんか SV 当たりそうな気するんだけどな。当たらんか。まあ、1台持ってるからいいけどね。おい。まあまあ、いい車だね。OK。さあ、ということで行きましょう。もうラスト1回ですよ。これでラスト1回ね。ギャンブル動画。よし、行け！ほっ、ぱっ、ぺっ！お、マカンじゃん。いいね、いいね。オッケーオッケー。まあまあ、普通ですね。ごく普通の、ルーレット。さあ、ということで今からね、行きましょうか。自慢の R8 に乗ってね、イギリスから連れてきたこの自慢の R8 に乗って、行こうじゃありませんか。新しいストーリー。あれ、何になるんだろうね。何の会社かなんかわかんないけど、まあ会社かどうかはわかんないけど、とにかくやっていきたいと思います。はい、じゃあ久しぶりね、 R8 乗るの久しぶりなんで、まあちょっとたまにはね、いろんな車乗ってみましょう。まあいろんな車に乗れるっていうのが、まああのフォルツァホライゾン4のまあ醍醐味というか、まあ面白さというかね。しかもエンジン音が結構、あ、これ向こう行こうが良かったんじゃねこれ。ごめんなさい、これちょっと今のジャンプ台飛んだ方が面白そうだったな、これな。ちょっと本当惜しかったな今。さあ、もう間もなく現地に到着すると思うんですが、おいおいおい、何やってんだ今。ちょっとミニクーパーとぶつかってたぞ今。はい、どこかな、ここですね。 860m、 700m。 はい、 OKOK。 ボーナスキューブはね、後で個人的にやっておきます。はい、ターンレフトですね。おい、てめえこの野郎、ミニクーパー何やってんだおい。やっぱりね、フォルツァの世界は事故が多い。急に指示器もなく曲がってくるからさ、今指示器あったのかどうか知んないけど、OK。 ではやってきましたよ。ハイプツアーということで、新しい新ストーリーやっていきましょう。よろしくお願いします。よし、シングルプレイです。 Horizon Lego Valley is a smash hit. Everyone here loves it. That's not the problem. Problem is, nobody at the UK festival believes it's real. They think we're faking it with normal sized LegoSo, we're going to do an all-out Speed Champions PR blitz. What do you say? Let's start with the Speed Champions McLaren Senna. The one people on our social media pages are calling so obviously a toy, it's not funny. よーし、やってこうぜ。マクラーレンセナの実力をしっかりと見てもらいましょう、ケイラに。まあ242キロ以上で走ってれば問題ないってことですね。ただ1分35秒っていうのがちょっと鬼畜かもしれない。 I asked the LEGO team to help us and they provided fact sheets on each speed champions racer. Did you know the
Senna's unique glass door panels are recreated using a transparent brown 4x4x1 windscreen element placed upside down. I'm not sure how that helps, but it's cool. ケイラ、ちょっと喋りすぎだ。黙っててくれ。しかもちょっと待って、これ、一般車いるんですよ、これ。対向車とか。これちょっとやばいね。対向車とか、またええとこいる、これ、ほらほら、危ない危ない。いいとこにいるわ。ちょっとこの辺ちょっと対向車はちょっとこれ運ですね、これね。まあでもとりあえずやっていきましょう。まあ1回目でいきなり3つ星取ろうと思ってないんで、まあまずは星2つぐらいでクリアして3つにするときはまあ動画外でやっとこうかなと思います。はい、まずはクリアしていきましょう。いや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 、きついですよこれ。まあどうかわかりません。もしかすると運が良ければまあ一気に合格できそうな気はするんだけども、いやもうまだこの 2.4 キロでもう20秒ぐらいやん。もうあとこれ全然あかんやん、これ。どんだけ速いねこれ。ちょっと待って。まあでもいいや、とりあえず次よ、とりあえず。あー、やばいやばい、ぶつかる。ああ、ちょっと待って、よし。あ、もうタイムは気にしない方がいい。もう前だけ見とけ、タイムは気にしない、一切気にしない。タイムは見るなよ、ジュリア。見るなよ。こう右コーナーで、右コーナー。よし、いけ、右、ああ、左、はい、ジュリア、OK、行ったんじゃない行ったんじゃないこれ。よっしゃ、よし、やった、さすがジュリアだな。やっぱり天才だなジュリア、君という存在を持っててすごい誇りだわ。ありがとうなジュリア。よし、これ結構もらったでしょ。17,000円、 OK、 影響も OK。 おー、5万円もらった。よし、ルーレット、さあ何が当たる。もう押してしまえ。楽しかったぜ、マクラーレンセナ。よし、これで何ブロックぐらい手に入るのかな、一気に。え、1個だけ。まあいいか。じゃあ次に行こう。シングルプレイだ。次のチャプター。Hey, Julia. Thanks for coming back. I'm thinking we do a follow-up PR event with a different speed champions car. Prove we're not just gluing some fake bricks to the paintwork. You up for it? Great. I've got your all-time classic, all Lego Ferrari F40 ready to go.フェラーリ F40 をクラシック呼ばわりするのはまだちょっと早いだろう。It's a speed zone this time. You floor it. We'll get the pictures and telemetry shared right across the UK. 正直ね、スピードゾーンは。To recreate the F40's iconic wraparound black line, LEGO Master Builders used side building bracket plates and upside down 1x1 Erling bricks. Sorry, full size PR, I know.But these fact sheets are actually really interesting. 正直ね、スピードゾーンは苦手なんですよ。はい、今回もケイラはあまり喋らせてくれないね。あ、右か、ここ右ですね。スピードゾーンは本当苦手ですね。だからもうこれ稼ぐとしたら最初に入った瞬間にトップスピード近く出してて、一気に平均を上げて、で減速しても大丈夫なようにしておかないと、ちょっとね、絶対にスピードゾーンってコーナーがついてるんで、コーナーでね、どうしてもオーバーランするんですよね。それをしないように減速は絶対必要なんですよ。まあ僕はですよ、僕はね。はい、上手い方はそれはいらないと思いますけど。はい、ではちょっと、あ、まあ、これあれだ、一番嫌いなとこやん。しかもここのスピードゾーン、ここのとこですよね、あの端っこのとこですね。よし、怖い怖い。まあ行こう、まあ行こう。とりあえず280ぐらいで入ればなかなかいいぞ。 OK、 平均値はいい。いけ、あ、ちょっと減速しすぎだって、しすぎ。あ、でもいける。あ、いけ、頼む。238、どうだ。あ、これ星2つっぽいな。これ星2つでしょ。2つは行くでしょ。3つではないな。おお、3ついた3ついったやん。え、余裕やったやんこれ。ありがとうございます。ジュリアダンス、今日もキレがいいね。ラッキーだ。11,000円、ありがとう。7500、ありがとう。ホイールスピンもアンロック。さあ、これでまたブロックくれるよね。あれ？ブロックは？これちなみに今の、あ、233キロか。次フェイクにこんなことできる。あ、ネタバレしちゃったね。はい。ではちょっと次のプレイ行きましょう。今日本日ラストですね。ちょっと待って、今ブロック手に入ったんじゃないの？ This is fantastic. Our UK festival message boards are lighting up.The LEGO truthers are starting to doubt themselves. Ready to give them another push? And I've got just the LEGO Speed Champions racer for you to do it in.
よし、やってこうぜ。頑張りましょう。これは何かな、レース。あ、違う違う、290キロを15秒間維持か。いけるかもしれん、これは。あ、スリースター40秒って、これ少なくとも25秒までに絶対始めとかなあかんやん、これ。ちょっと待て待て待て、これちょっとやばいって、やばいってやばいやばい。よしよし、とりあえず行け、とりあえず行けよ。よし、 OK。 まずはまずは行け行け。よし、このまま行って、いけるいける。カウントカウントカウント、 OK OK。 これで何もなければ40秒以内に290キロじゃないよ、40秒以内に290キロ維持できるから OK でしょ、 OK でしょ、これ OK でしょ、 OK。 いいや、完璧いいのや、 OK。 よっしゃ、どこ行ってんねん。よし、 OK、 ありがとう。39秒でゴールすればよかったかな。 OK、 お見事、ありがとうジュリア、さすがだ。今日はマクラーレンセナ尽くしですね、これね。いいですね、ありがとうございます、素晴らしい。どうもありがとうございます。はい、終わりましたね、今日の3つ、3本立て。なんかさ、今のはこれくれたけどさ、ブロック全部くれないのかな。2回目のやつちゃんと取ったんだけどな。てか全然ブロック増えてねえな、これ。これは今のところ全部三つ星で来たんだけどさ、これはどうしたもんかねどうしたもんかね、これは全然増えてへんぞ、ブロックが。はい、ということで、とりあえずまあここ行って、あ、なんかいっぱいある。あ、そういうことか。だから2戦目の時にブロックくれなかったんだ。星6個だったから。じゃあ次はあれか、星3つを6連続しないと、6連続するまでは全然ないってことか、星が。めっちゃ効率悪い。めっちゃ効率悪いな、これ。よし、わかった。じゃあ最後、ちょっとここやっていこう。このドリフトゾーンでしょうもないけど、しょうもない。ほんとごめんなさい。ほんとにしょうもないけど、星1個だけ稼いでいくわ、ここ。まだちょっとだけ時間あるから。はい。この何のカスタムもしてない、この R8 で、ちょっと星1つだけ狙います。はい。ほんで帰りましょう、今日は。で、終わりましょう。ほんとね、ドリフト、だから俺多分これ全クリすることできないと思う。全クリはできない、このフォルツァに関しては。あ、もう始まってんの、これ。ここで2万はきつくないかと言いつつ、もう行ったわ。ははすげえ、すげえぞ、1回のターンで結構いったな。はいはい、とりあえずこれで星1個いけるね。はいはい、これ意外といけてたね、これ頑張ればドリフトで。ただある程度やっぱ速度出しておかないと無理ですね。はい、 OK、 まあとりあえず星1個だけでもいいから、とりあえずブロック稼ぎましたよと。 OKOK、 まあ5枚だけか、5枚だけか。おい、皆さんお疲れ様でした。柵の部屋に帰ってまいりました。いや、ということで、さっきね、いろいろとあったんだけど、まあ、帰ってきました。ドリフトはね、3万ポイントだったけど、3万ポイントすらなかなか取れなかったんで、もうやめました。はい。で、前回動画でね、まあ、1パートずつ、この現在の進捗を終わらせていくっていうことだったんだけど、ちょっと今回はちょっとこれで終わります。はい。動画の時間がちょっと長くなりすぎますんで、で、ちょっと考え方甘かったですね。ストーリーモードを1個3つ星で終わらすごとに100ブロックぐらい手に入ると思ってたんですよ。だから、3パートやったら、普通に3スターだったら300個ぐらい手に入ると思ってたんだけど、全然違いましたね。星の数で決められてるとは思ってませんでした。ちょっと私考え方が甘かったです。はい。なのでまあ次回はこの新しい部屋作りたいと思いますんでね、ぜひともよろしくお願いいたします。大変でした。うん。でもマクラーレンセナにちょっと乗れて嬉しかったです。はい。ではまた次回もよろしくお願いします。そして次回はまだやってないダートとかもやっていきたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新サクの部屋のサクでした。ちょっとコントローラーひっくり返してフィルター出ちゃったわ。